皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、あなたは大丈夫？集客が月に0から3件以内の人が真っ先に見直してほしい超重要な3つのポイントについて今日はお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはですね、これ実録なんですよ。たまたま、新しい方というか、お悩み相談な感じでですね、無料相談、本をね、買ってくださった方、1巻目の本だったかな？無料相談の、URL がついていて、で、まあ、久しぶりに、そちらの方がね、入ったので、じゃあ、お話伺いましょうということで、無料相談ね、やらせていただいたんですよ。で、通常はですね、まあ、サイト診断なので、ウェブサイト診断っていうのをつけているので、動画でね、バーっと回答しちゃう予定だったんですけど、ちょっとですね、あまりにもアドバイスする点が多すぎてですね、もうズームでお話ししますね、つなぎませんかっていうことで、まあ、熱く指導しちゃったらですね、まあ多分5分ぐらいで本当は終わる動画を送るぐらいで済む内容が1時間喋っちゃいまして。はい。そんな感じの内容だったんです。で、その中で気づいたことが、やはり我流ですね、自分でやる自己流。が、まあ、自己流っていうふうにね、よく家計言葉で言われますけど、自己は本当に自分の己って書く自己なんですけど、もう一個の自己は、交通事故に遭う方のことにゆえって書いて自己っていう意味なんですけど、自己流っていうふうになるっていうのは、本当にそうだなと思っていて、で、その方も自分でなんとか自力で、本読んだり、ウェブサイトのそのマーケティング的なものを勉強したり、人のサイトを見ながら自分の、でもサイト作ってるだけ偉いんですけれどもね、ウェブサイトを作ってみたりして、全く問い合わせが来ない。もうほぼ月に1件あるかないかレベルっていうので、ウェブサイト診断っていうのを依頼されたっていうのが今回のきっかけだったんです。で、この話を今日した1時間の話を、要約をして、同じように困っているタイプの人に、ここまず気をつけましょうかね、という話をですね、伝えようと思って今日のテーマを選びました。で、まあ、特に問い合わせ全然来ません。ウェブサイトを作ったんですけどっていうタイプの人はもう耳の穴をかっぽじってよく聞いていただきたい内容になりますので、はい、それをね、お伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ本題に入ります。まずですね、この集客が月に0件から3件以内のっていう、ほぼ来ないっていう状態の人が真っ先に見直してほしい超重要な3つのポイントを先にお伝えしたいと思います。まず1つ目、解説はしていきますからね。1つ目、物より人っていうテーマですね。2つ目、講座内容よりも悩みの掘り下げ。3つ目、お客様の未来のベネフィットっていう、まあ、これをちょっとね、解説をしていきたいと思います。私、主に自宅教室業の、まあ、先生を中心にお伝えしているんですが、私のメルマガを取ってくださっていたりとか、あとは、まあ、ご相談に来る方で、まあ、ボディワークですね、整体の方とか、あとはヨガの方とか、まあ、ピラティスとかね、まあ、そういったボディワークの方も結構私のところいらっしゃいます。メルマガを取ったり、私の本を読んだ方でコンサルをお願いしたいっていう方で。で、今回の方もたまたま、ちょっと、まあ、ダイエットコーチのね、方だったんですよ。一緒にパーソナルトレーニングみたいな形をね、やる方だったんで、まあ、その方のウェブサイトを拝見しながら、まあ、ここポイントですよねっていう話をね、言って、で、今日の皆さんにお役に立つのは、この特に3つだと思ったんですよ。で、それをこれからね、ちょっと解説をしたいと思います。まず1つ目です。物より人っていうふうに書いているんですが、拝見させていただいたサイトで一番何が目についたかっていうと、どっかの大手サイトのダイエットコーチとかトレーナーを紹介しているようなページがそのまんま展開されていた感じだったんですよね。なので、これは誰に向けてのサービスなのかとかいうのが浮き彫りになってこないし、その人自身の持っている背景とか、まあ、セッションで聞いたんで、そういうスキルも持ってるんだっていうのは後で分かったんですけども、それがどういう人にとって生きるものなのかというのがサイト見ただけだと全然わからなくって、なので物っていうのはこういうことを提供しますよ、これやりますよ、あれやりますよっていうのがいっぱい書いてあるんだけれども、それ私にとって本当に必要ですかみたいな感じが分かんなかったんですよ。で、やってる範囲が多岐に渡りすぎてて、これもジャムの法則っていうのがあるのと一緒でですね、選択肢が多すぎると人って考えるの諦めるんですよ。もういっかめんどくさいってなっちゃうから、松竹梅の法則っていうのがあるように、3つぐらいまでなら選びやすいんですよ、まだ。その方がね、メニュー的にこういうのもできて、こういう人に向いててっていうのがバーっと書いてあるのが、12とか15とかめちゃめちゃ多かったんですよ。だから、で、あなたは何の専門の方なんですかがわからなくって、職業的にパーソナルトレーナーだということはわかったんです。わかったんだけれども、私にそれが必要かどうかっていう PR ポイントが書いてなくって、ご本人の話を伺っていくと、痩せたい女性っていうのはわかるんですけど、痩せたい女性がなんで痩せたいのかっていう悩み、これ2番に関わってくるんですけど、その悩みにフォーカスした状態でのパーソナルトレーニングをしているっていう状態ですよっていうことが分かるようにサイトに書いてくれないと分からないっていうふうに私伝えたんですよね。例えば痩せたいって言っても年齢とかその人のライフスタイル、特にダイエット系はね、ライフスタイルの切り口の方がいいと思っているんですけれども、なぜ痩せたいのかっていうことと、あとどこの部位を痩せたいのかの領域が納得できるような経験値とかエビデンスとか、どういうタイプの人にね、向いてるのかっていうことも明確に分かる方がいいんですよ。だからやっぱり人寄りなんですよ。どっちかっていうと。人ありき。で、それを伝えていくっていうのが多分いいんですね。で、私ももちろんダイエットをやったことがあるし、そういう、なんですかね、パーソナルトレーニング的なので、ダイエットっていうのもやったことあります。でも、ここ20年ですよ。ちょっと太っては戻すのを繰り返して、それをリバウンドっていう形なのかもしれないんですけれども、代謝もだんだん年齢とともに落ちてきてるし、結構きついかなっていうのはちょっと思い始めていた頃、ちょうど私のね、作家、著者仲間さんで、野上さんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方が、書いたね、3級1級ダイエットみたいなのが、有名なね、内容になっているんですけども、そのオートファジーっていう体の身体機能を使って、16時間を空けて8時間以内にご飯を食べるっていうタイプのものに、食生活の習慣を主に変えて、食べてたものは私もともとそんなにブラックものとかもお肉とかもあんま食べなかったんで、そんなに食べ物は辛いっていうほどのことじゃないんですけど、時間をそんなに空けるんだっていうか、3食が当たり前だと思ってたんで、ほぼ2食に近いんですよね、オートファジーでやると。で、その論理を知って実践をして、10ヶ月ぐらいで6キロぐらい痩せることができたんですけど、結果として私はパーソナルトレーナーとかそういうのもついたにもかかわらず、一番効果的に痩せたのはその機能ですね。オートファジーっていう機能を使ったダイエット本1冊1600円ぐらいなんですけど、それで一番成果が出たっていう、状態だったんですよ。だからダイエットに失敗したことがあるというか、必要だと思ってね、やっていろいろ手を出すっていうのは私自身もやってるから気持ちもよくわかるんですけど、ファスティングもやったことありますよ。3日間とかね、倒れちゃいけないから、そういう液体的なものもやって飲むみたいなのをやったりとかですね。スポーツジムとかでもダイエットプログラムみたいなので、そういうインピーダンスっていうか、なんていうんですか、マシーンも当てるし、その鍛える筋肉も鍛えるっていうコースにやったこともありますよ。だから10万とかその期間ごとに払っていて、結局一番20年で痩せた6キロ落とせたのは本一冊だったという仲間と一緒にやったからっていうのはありましたけどもね。だからそんな感じになったんですよ。じゃあそこまでして私が痩せたい理由は何なんだって言ったら、私はライブに出るので、出るというか自分がやるので、いろんな衣装着たいんですよ。かっこいい衣装とか、足が出るのもあるし、スレンダーなのもあるし、もうどの衣装ももう躊躇なく選べる自分の体型でいたいっていうのが一番大きなポイントなんですよ。これ私にとっての未来のベネフィットなわけですよ。まあでもそこにアプローチするようなダイエットっていうのはあまりにも狭すぎるから、そこじゃなくてもいいんですけど、つまり何のために痩せたくって、じゃあ部位痩せしたいんだったら、なぜ部位を痩せたいのかっていう、そこをやっぱり女心というかですね、まあ女性のその気持ちとか、まあそういうのが分かった状態でダイエットのことを語り、やっぱ共感がないと頼もうっていう気にならないんですよ。特にパーソナルで一緒にやっていこうっていうコーチだったりするとね、ダイエットっていう観点から言うと。なので、いっぱいある中で選んでもらえる理由っていうのがなくてはいけないから、全部ができるとしても、やっぱりね、特化することって大事なんですよ。で考えると、やっぱり物より人のこと、だから物っていうのが、これができるよ、あれができるよじゃなくって、誰にとって有益なことをどうできるかっていうのを伝えてもらうっていうのが結構ポイントとして大事なポイントになってきます。で、それに続くのはだから2番目です。講座内容よりも、まず先に悩みの掘り下げをして、それから講座作る。だから、これはもう本当に教室の先生と、セッションしてても、毎回新しい方とお話しするとき、いつも思うんですけど、私はどこそこで何を習いました。じゃあ、技術的にこれとこれとこれができます。で、その講座内容を先に作っちゃうんですよ。だから、できることを先にもう作っちゃって広げちゃうわけですよね。で、そうすると、誰っていうのは、その講座が本当に欲しいのかどうなのかっていう、深掘りもしないで講座を作って外に広げるから、会う人が本当にいるかどうかわからない状態で集客する羽目になっちゃうんですよ。だから、うまくいかないっていうのはそういうことです。だから、人を見てないで講座を作ってる。だから一番に物より人だって言ってます。で、その物より人にフォーカスすると、講座内容を先にバッと作っちゃうんじゃなくて、悩みの掘り下げですね。痩せたいはわかるんですよ。じゃあなんで痩せたいのっていうことですよ。健康が逼迫しててもう痩せないと死んじゃうっていうレベルの人なのか、スタイルを良くしてよりいい感じの自分でいたいっていうことを保ちたいからなのか、アスリートだから体重制限しないといけないのかとか、痩せなきゃいけない事情と理由っていろいろあるし、成果、3番のね、お客様の未来のベネフィット、これも人によって様々なんですよ。その最大公約数でかつ、自分のサービスにドンピシャな人が直面している悩みって何なんだっていうところをやっぱ深掘りをしていないんですよ。インタビューしてそれはね、分かったんですけど。で、痩せたいは分かりますよ、つって。痩せたいは分かるんだけど、なんでその人が、じゃあ部位痩せ？その部位をなぜ痩せたいのか。で、私が知ってる限り、ね、女性の、50代とかの人たちと話すんですけど、もちろんウエストがとか分かりやすいね、そのお腹周りがっていうのはもちろんなんですけど、一番最近よく聞くの二の腕です。二の腕。私も、ちょっとね、ちょっとぷよぷよしてる部分あるんだけど、いや、ない方ですってみんなに言われるんだけど、これ自慢じゃないですよ。自慢じゃなくて、私もここぷよぷよしてるけど、もっとビヨヨンって引っ張れる人とかいたりとかするし、やっぱ綺麗めのドレス着ると、細い手の方がいいじゃないですか。だから、二の腕っていうのはわかるし、私自身も痩せたいところではありますよ、二の腕。それでも一番目立つ、まずはね、お腹周りをやっぱスッキリさせたいじゃないですか。で、その次あたりとか、やっぱ二の腕とかね、手入れたいけど、自分で二の腕で難しいんですよね、結構ね。食事制限で二の腕ってあんまり痩せないんですよ。お腹は結構簡単だし、足も簡単なんだけど。ここは、やっぱりそういうね、でも、柔らかくしてっていうのは共通してますね。二の腕痩せたかったら、やっぱお腹もそうなんだけど、筋肉っていうか硬直しちゃってると結局脂肪流れていかないから痩せないんですよねっていう。これだって原理知らないと無理じゃないですか。でね、このタプタプをこう柔らかくしてこうさすってとか、いろんなやり方がね、ねじってとか、あるみたいですけれども。だからその、二の腕が、やっぱ横から見た時とか、そういうなんか、ドレスとか着た時とかですね、特に私とかのバランス的に太いとやっぱり嫌だよねとかって思うと二度でっていうのはわかるし、まあ、皆さんレベルで言うと、まあ、やっぱり写真に撮られる時ってことは写真に撮られるシーンが多い人の方がそれすごい効くわけですよ。二の腕とかって言われると。うん、じゃあ誰なのっていうことですよね。写真に撮られるシーンが多い人。もちろん自撮りでインスタ上げたいってインスタグラマーでも OK ですけど、まあ、私だと例えばね、私もそうですけど、講演家、著者、セミナーをやる人、セミナー講師とか人前に出る仕事って人に夢を与えるから、やっぱりもちろんその太った体型がダメとは言わないですよ。言わないけど、まあ、憧れっていう状態だと、やっぱ見目麗しい方が見てていいなって思ったりすることとかあるじゃないですか。で、その、もちろん私だってその状態を保つために、筋トレ的なこともやってるし、食事制限的なこともやって、保ちたいと思って保ってるわけですよ。だから、そういう人の方が多分お金使いますよね、みたいな感じはあるので、悩みの掘り下げが分かってないと、その人に響くランディングページと呼ばれるページができない。だから、私がその方のサイトを見たとき、なんか大手のやつをそのままコピったような雰囲気に見えてるから、全然これ、誰っていう名前がなくても、誰のサイトでもあり得るサイトですよねっていうのは良くないサイトで、メニューが多すぎても良くない。だから人間にフォーカスしてないと、そういうことになっちゃうんですよね。だからお客様の未来って何を求めて痩せたいのか。で、その未来が叶う一番簡単でいいやり方を僕はまあ男性だったんでね、教えられますよとかいうところで。で、それももしかして、まあ自己流でね、今までやってきたから、そちらのものが、人間別でメニューを作ってみたら全然違うメニューが作れるかもしれない。で、それのどれが当たるかやってみないとわからないからっていう、そういうアドバイスだったんです。はい。なので、まずね、誰に向かってをもっとわかりやすく深掘りする。で、聞くことができないっていう状態だったりすると、やっぱり、モニター無料でもいいから、まずはやってみて、で、その人たちから直接を聞いて、で、まあ、来てくれたっていうことはね、その先がつながる必要もある、つながる需要があるかもしれないから、まあ、それで商品をね、紹介するでもいいけれども、とにかくね、響くようにまず伝えないといけないから、その人の悩みとか、まあ、徹底的に理解するっていうことが大事で、それからです、講座とか、内容を作っていくのは。これができるからじゃないんですよ。そのためにもしかして自分足りない知識があったら学んででもそれを入れ込んでいくっていうのが必要になるシーンもあるんです。だから、ここがね、反響がないっていう人はもう大体ここです。人を見てない。先にセミナーじゃないや、講座作っちゃう人がすごい多い。で、お客様のこれ、未来の、ね、利益何ですかって私が聞いても、通り一辺倒の楽しいとかね、健康になるとかね。通り一辺倒じゃないですか。もっとリアル違いますよ。多分。リアル違います。もっとね。切実なる問題とかがある時とかもある。だからそこをちゃんと理解した上でページを作っていくっていうのが必要なので、まずね、0から3件以内の方は、物よりに作ってるページがほとんどです。はい。講座がありき。で、そこに合わせるように人を集めていく。人の悩みありきで講座ができていると、使う言葉が全然変わってくるし、発信する内容が全然変わってきます。あともう一つ言うと、その方の場合ですね、発信量が圧倒的に足りない。圧倒的に足りない。だから、どんなにいい商品、サービスを作っても、特に初期の頃なんて、すでにやってる人のところにお客さんも行っちゃってるわけなので、そこから取れって言ってるんじゃないですよ。取れって言ってるんじゃないにしても、自分が同じ選択肢の一個の土俵に乗っからない限りは、自分のとこで絶対来てもらえないんですよ。これウェブサイトならではの特徴です。だからね、いろいろあるじゃないですか。くびれ専門とかね。なので、まあ私が、まあやるんだったらもしかしたらわかんないです。みんなが、私を聞いてる周りの人が二の腕がって言うから、二の腕の専門のダイエットコーチとかやるかもしれません。もしかしたらね。うん。まあ、それでどれぐらいお金払うのかは分かりませんけどね。まあ、お腹と二の腕セットぐらいはありなのかもしれないですけど。うん、だけど、もしかしたら職業も絞るかもしれません。そういう、例えばコーチとかコンサルとか人前に出る仕事の人を中心に私だったらやるかもしれません。綺麗めでちゃんと人目を気にする職業の人ですね。で、なんなら、ダイエットはやるんですけれども、まあ、自分一人で無理な場合には、そのパーソナルカラーとか、あと骨格から、その似合う服とかを決めることができるファッションスタイリストと提携するか、自分がそっちの知識を持つかして、勉強してですよ。で、2つ同時にやっちゃいます。体もそういうふうにやっていく。で、整えた後には、ファッションコーディネート、つまり、尊敬される講師とか、売れる講師としてデビューできるような、まあ、パーソナルトレーニング、かつファッションコーディネート、これ両方掛け合わせて、一人で全部やりますよ、みたいな、まあ、そんな感じでやってね、そこそこ、そしたら普通にパーソナルトレーニングやるより、金額とか、高くてもありじゃないですか。で、それによって問題はその先まで見てあげるっていうことです。要はそれによって人気が高まる、ブランド力が上がり、さらに集客が増えるとか、そういうとこまでつながるように一緒に見ていくみたいな感じ。ここまで考えられるかどうかっていうのは、一つポイントで、お金が絡んでくるお仕事をやってる人は、そのことに対してそうだよねって理解できればお金って払ったりします。なので、通常ただ痩せたい人っていうだけよりは、需要があり、かつそこをきちんとやってあげることができれば、リピートも見込めるっていう感じになっていくので、頭の発想を柔らかくしてほしい。だけれども、基本は誰が悩んでて、その悩みをどうやって解決できるのか、これが結構ポイントになっていて、売れてない方のウェブサイトって、確かにどこかを真似をしてるっていうのはあるにしても、本当に言葉とかも、特徴的なものが何もなく、ただ真似をしたみたいなサイトが結構多いので、ぜひね、見直すポイントとして、この3点を気をつけていただければと思います。はい。それではまとめに入りたいと思います。あなたは大丈夫？集客が月に0から3件以内の人が真っ先に見直してほしい超重要な3つのポイント。1つ目、物より人。2つ目、講座内容よりも悩みの掘り下げを先にする。3つ目、お客様の未来のベネフィットを考えて講座作りをする。以上3点になりますので、いまいちだなと感じている人はここもちょっとね、自分に問いかけて見てみていただければと思います。はい、以上になります。それでは。